付け加えるのならこれで終わりかな。いや、最後にもう一人。もう一人いるね。ノーリー。アリスが記憶をなくしたと言っていた女の子、この子の名前はノーリです。え、記憶が戻ったんですか？いえ、それはまだです。ただこのままじゃ不便なので名前を付けさせてもらいました。それにこれから彼女のことは俺が全面的に保護します。保護？どういう意味だい？ノーリは記憶をなくしています。どういうルールになるかは分かりませんが、このままでは不利になる可能性が非常に高いと思っています。ミサの顔がノーリと重なる。やっぱそうだよね、重なるところあるよな。カナメ君からすると抵抗のできない女の子、ただ楽だからといって安易に消そうと考える人間を俺は許しません。ずいぶんカッコつけてるけどよ、てめえが許さないからなんだって言うんだ？どう思うと構いませんが、俺の立場は説明しました。これで俺たちの3人グループだと確定づけられたはずだ。ルール次第だが、ルールにこだわるアリスがノーリが投票できない状況を許すとも思えない。ノーリの票も俺が、俺たちのグループが操作できる可能性は十分にある。それで3票。俺からは以上です。質問。どうぞ。それでお前人殺したのか？いい質問だ。巡ってきたな。一周回ってきた感があるね。あやら君、それはさっき なんかすごい言葉がドショッキューになってるけど。いいんです、任長寺さん。嫌がらせだろうがなんだろうが、あなたが答えてくれたらこちらも答えますよ。嘘でも本当のことでもどちらでもいい。それで答えがわかる。俺はちょっと待った。なんだ。アリスが入ってくるか。ここでその質問は NG だよ。アリスがニヤッと笑ってこちらを見る。みんなも答えちゃダメ。それを調べる方法は後でちゃんと用意しておくから。やられたな。やられたね、これは。アリスは俺が嘘を見抜けることを知ってる。それではつまらない、とでも考えているんだろう。それにしてもさ、せっかく休んでって言ったのに、どうしてまた集まって話とかしちゃってるの？空中を滑るように移動して、アリスは姫の身寄りの前で立ち止まった。ノリちゃん、これ頼まれてたカード。本当は水と一緒に置いておこうかと思ったんだけど、誰かに盗まれちゃっても困るから手渡しね。え？ありがとうございます。2枚のカードを姫の身寄りに手渡した後、アリスは会議室の上座、プロジェクター用のスクリーンの前に立った。なんかさ、ちゃんとルールを決めておかなかった僕も悪いんだけど、ちょくちょくルールギリギリのことをしてくる人がいるからきちんと言っておくね。まず前にも言ったけど、暴力は禁止。僕には触れるのも禁止だから、そこのところ注意しておいてね。あれ？でもホログラムじゃないんですか？これはホログラムじゃないよ。よく見てよ。なんかでかくないか？そりゃそこの水を用意したのもそうだし、食事のカートを運んだりもするからね。そういうボディも用意してあるんだよ。やっぱ量産型かな。本当だ、
一回り大きい。そういうわけで実体のある方の僕には触っちゃダメってこと。別に壊されても変わりはあるけど、そういうルールってことにしておくよ。ボディですか。次に動ける範囲かな。ホテルの外も今は安全だから出てもいいよ。ただしアリスランドの外には絶対に出ないこと。もし外に出たら身の安全の保証はできないからね。もう外は夜だから今日はおすすめしないけど、明日からはどんどん外に出て楽しんでね。なるほどね。明日からは外出も OK になるってことかな。行動範囲が広がりますな。テーマパークの中は自由に移動できるそうだ。かといって出る理由も思いつかない。するとさっき言った通り、誰が誰を殺したか、それについては聞いてもダメだし答えてもダメ。じゃあなんで教えたのって思うかもしれないけど、後で面白くなるからそれは待っててね。最後に何度か言ってるけど、僕には逆らわないこと。もっともこれからはそれほど無茶なことは言わないから安心してね。無茶の基準が違う気がするが、とりあえず嘘は言っていない。とりあえずそんなところかな。選挙のルールは。せっかちだね君は。それは明日のお楽しみ。ルールとか禁止事項は今伝えておかなくちゃいけないことだから言っただけで、僕は約束は守るよ。明日って言ったら明日なの。それと僕に聞きたいことがあったらじゃんじゃん聞いてね。呼べばすぐに飛んでいくし、僕のルールに抵触しない限りにおいて何でも答えるから。ここには12人しかいないし、物だけはたくさんあるから、欲しいものも言っていいから。食事の時にカートと一緒に届けてあげる。さっきのみおりちゃんのはサービスね。はい。以上、これまでに話した中で質問はある？あと欲しいものとかは？あら強欲。まだ何か欲しいの？強欲言ってる。ごめんなさい。褒めたつもりだったんだけどな。で、何？遠慮しないで言っちゃいなよ。そのペンがなくて。そう言って姫の身寄りは胸元に抱えた本をギュッと抱きしめた。ペン入りました、喜んで。でもそのノリで来ると思わなかったな、アリスが。あ、こういうのいらない。まあ面白くないもんね、僕もそう思うし。やった瞬間は絶対面白いと思ってやってそう。まあいいでしょう。おとなしそうな女の子にも見えたが、意外と肝が据わっている。横でハラハラした顔をしていた少年二人とは対照的だ。じゃあ僕もいいかな。はい、どうぞ。レストランの冷蔵庫に入ってた食材使っちゃってもいいんだよね。もちろんだよ。なくなったらジャブジャブ追加してあげるから気にしないで使ってね。そこにない食材も頼んだりできるのかな。用意できる範囲ならね。ありがとう。この男はこんな時にまで食材の心配をしている。この落ち着きは一体どこから来るんだ。あの、薬はもらえるかな。いすみ白秋の質問は二人のよりは現実的だった。薬って言ってたね。ケースは持っていたけど1ヶ月は持ちそうにないし。
胸にかけられた透明なケースを指でもてあそびながら彼は続けた。今までただの装飾品だと思っていたが、そう言われて観察するとカプセルに入った薬が中に見えた。白秋君の薬ね。たくさん用意してあるから、必要な分だけ食事の時に持って行ってあげるよ。すごい話だよね、たくさん用意してあるからっていうのも。ありがとう。いすみ白秋の病気について知ることができれば何かに使えるかもしれないな。そんなことを考えていると、イスルギ道宗がボソッとつぶやいた。着替え。ん？何？道宗くん。俺、なんでかこんな格好してるんだけど、着替えとかあるのかなって。アリスのことを信用できないのか、どんどん小さな声になってく。着替えなら、同じものを部屋にたくさん用意してあるから。好きに使っちゃってね。同じものか。ということは、まあ、そういうことなんでしょうね。同じもの。今着てるのと同じやつね。俺ずっとジャージかよ。頑張れ頑張れ道宗くん。洗濯物はどうしましょう。脱衣所のカゴにでも放り込んでおいて、あとはこっちでやっとくから。ありがとうございます。随分と初対じみた話になってきた。本当だね。こんな状況でもお腹は空くし服も汚れる。だが今のイスルギ道宗の発言には一つ補足しておきたいことがある。なんだろう。アリスはどうせ聞いているだろうが、少なくともアリスの目の前で話す話題ではない。後でまた全員が残ってるうちに話しておこう。雑誌は？はい、伊月くん。もう少し大きな声で。聞こえてんだろうが。もちろん聞こえてるよ。ただの嫌がらせ。てめえ。それにしても、僕って思ったより人気者？こんなに求められたの初めてかも。求められてるな、アリスは。うるせえ、暇でしょうがねえんだよ。雑誌でも漫画でも何かないのか。時間が潰せるなら新聞でもいい。そこが赤文字なんだ。残念だけど新聞も雑誌も何にもありません。だって外はあんなだしね。ま、期待はしてなかったがな。してたんだな。意外だったが、あやらいづきもいろいろと考えてるようだ。でもいい、という嘘は本当は新聞が良かったということだ。新聞があれば少なくとも新聞が存在したその日までのことはわかると思っていたが、アリスはそれすら許さないつもりだ。あとは何かある？やっぱ探ってんだな、いづきくんも。新聞は仕方がないとして、それ以外の要求がこんなにすんなり通るとは思ってもみなかった。結構通ったよね。それは全員同じだったようで、必要なものを考え込んでる。まあ、言うだけ言ってみるのもありだよね。だが俺も含めてとりあえず今はもう何も思いつかないようだった。代わりにあやらいづきがアリスに尋ねる。おい、質問だ。はい、いづきくん。二度目だけど、もう少し大きな声で。この中にいる人殺しって。アリスの嫌がらせを無視して彼はごく普通の声で尋ねた。その質問はダメだって。最後まで聞け。お前が言ったこの中にいる人殺しって、お前のことじゃないのか？いいね、伊月くんに1ポイント。ポイント？このポイントを集めると、なんと。ここで新ルールなんて本気か？何もありません。完全に遊ばれてるな。てめえ本当にふざけたやつだ。
綾良瑞希の怒鳴り声など気にも留めずにアリスは続ける。でもなかなかな度胸だよね。それだけでもやっぱり肝が据わっておる。僕が人を殺したかって？そんなのみんな知ってるはずだけどな。ただあれを僕が殺したというかどうかは微妙なところだね。僕はただ助けなかっただけ。生き残る人とそうでない人を分けただけでさ。それでも殺したって言うならそうなんだろうね。微妙な言い回しだったが、おそらく広場でのあの虐殺のことだろう。おい、追加で質問だ。お前はウイルスに感染してるのか？さっきまで怒鳴っていた綾良瑞希だが、懲りずに質問を繰り返す。これまたいい質問だね、瑞希くんに。うるせえ、そんな意味のねポイントの話なんかどうでもいいんだよ。そう？まあいいけど。でもね、これは秘密ってことにしておこうかな。秘密か。アリスの言う通りいい質問ではあった。アリスがそれを操ってる人間がいると仮定して、その人物がウイルスに感染している可能性だ。そうだ。アリス、質問だ。はいはい。お前は確かこう言った。今この星は化け物によって滅ぼされつつある。お前が把握する限りにおいて生き残った人類はここにいるだけ。言ったね。一言一句そのままじゃないけど。じゃあお前はこの中にいる誰かなのか？面白いね。すごく面白いよ、カナメくん。答えは？ね、これも秘密。秘密にするのか。どうなんだろうね、この秘密は。あくまで疑わせるつもりか。でもその可能性もあるからね。嘘で惑わすのは俺のせいで限りなく不可能に近い。当然の処置だったが、もう少し情報が引き出せるかと甘く見ていたようだ。他に質問は？誰も何も聞けなかった。思いつきで質問しても無駄だともう分かってしまっているし、新しい可能性を考えるので手一杯だ。じゃあ僕はこれで行くね。聞きたいこと、欲しいものがあったらいつでも言ってね。アリスがドアまで歩いていくのを誰もが静かに見送る。無機質な金属音が消えてもみんな黙ったままだった。その沈黙を最初に破ったのは、そのガキ怪しいんじゃねえのか？ノーリちゃんのことかな。また綾良瑞希だった。記憶がないってあからさまに怪しいだろ。ノーリに記憶がないのは真実だ。アリスがそう言ったから。だが嘘が見破れるというのは絶対に彼らには知られるわけにはいかない。それはないと思います。だから今できるのは。理由は？あなたが言ったようにあからさますぎます。それに怪しい人はまだいますよ。いくつかの可能性を提示して疑いの目を他にも向ける。へえ、言ってみろよ。あなたですよ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。あなたはアリスがこの中の誰かだという前提で話しすぎている。それがなんだ？まだどちらともつかないのに、どうしてそんなに確信しているんですか？別に確信してるわけじゃねえよ。見抜かれたから誘導しようとしていると考えられませんか？それはてめえもだろう。今のは誘導だよな、俺に対する。付け加えると、あなたのことは誰も知らない。
俺は一華と幼馴染でお互いを知ってる。姫野さんたちとイスルギさんも、イスミさんと立宮さんたちもお互いを知ってる。それが何だって言うんだ。他の誰も知らないのはあなたと。それって僕も疑われてるのかな。まあ、その考え方だと同じカテゴリーには入っちゃうよね。一星さんと勝利さんも。可能性の話です。それなら複数犯っていうのも考えられるんじゃないかな。一人だと思わせておいて実は三人だったとかね。考えられますね。いい流れになってきたな。それにまだこの中にアリスがいるっていうのも確定してはいないよね。可能性は無数にある。それにこちらの結論は最初から決まっていた。その通りです。すみません任長寺さん、さっきはあんなことを言いましたけど、俺はあなたを疑ってはいません。そもそも俺はこの中にアリスがいるとは考えていませんから。どうして？受け答えが正確すぎます。ここにいる誰かがアリスを操っているのだとしたら、あんなにすぐに正確に答えられるとは思いません。この中の全員とも会話をしていますし、操る方法がどんなものであれ可能だとは思いません。じゃあこの中であまり話していない人物についてはどう思う？処理さんかだよね、おそらく。そういや喋れないやつがいたよな。とノーリちゃんだよね。一言も話していない人物はこの場にはノーリがいない。多少強引でも嘘をついてでも話をそらしておくか。ノーリと、失礼ですがユリゾノさん、それにカーシャさんとアーシャさんに関しては、先ほどの会話の時に観察させてもらいました。オール赤文字来たんだけど、怖いな。全部赤だと。アリスが話している時、誰も全く動いていませんでした。何かを操作しているとは思えません。それは君だけが言ってることで信用できるかな。私も見ていました。いちかちゃん、君が一条くんと親しいのは知ってるよ。かばうためには嘘もつくだろうね。まだ動かないよね。でも当然の疑いで事実とも合ってはいるが、とはいえ僕もこの中にいるっていう説は疑わしいと思ってるけどね。そうなんですか。ちょっと席を外していいかな。どこへ？お手洗い。こんな時にですか。こんな時だからこそだよ。アイラ君も一緒に。は？ダメかな。当たり前だろ。じゃあユーリ君だったかな。僕もいいです。いえ結構です。あ、じゃあ俺いいっすか。俺もちょっと行きたいなって思ってたんで。ありがとう。じゃあ一緒に行こうか。うっす。ユーリも本当にいいのか。いい。イスルギ道宗の一言で場の空気がわずかに緩む。少し熱くなりすぎていたのかもしれない。この休息はいい気分転換になりそうだ。では俺も。ああ、君はダメだよ。ここに残ってやってもらうことがあるから。やってもらうこと？やってもらうこと。Ha ha ha!